こんにちは。こんにちは。マッスルグリルトークです。はい。今日はですね、久々に体作りのね、あのことについて、トークしていこうかなと思います。はい。やっぱり自分長い間に痛みに耐えながら体作りをしてきて、やっとまあ最近解放された状態になるんですけど、はい、やっぱそこで得たね経験っていうのを忘れないうちに皆さんに共有したいなと思って、うん、今日話すんですけど、テーマとしては怪我せず、はい、筋肉を落とさずダイエットする方法という内容にさせていただきます、はい、まあこれが理想なんですよ。みんなそうですね、うん、そうになりたいと思ってますもんね。そうそうそう、うん、でそれをまあ実現できたんで、はい、このまあ短い期間ですけどね、まあ、それについてね、どういう自分が感想を持ったかっていうところですね、はいはい、それも共有したいなというところです。あの全員に当てはまるわけではないとは思うんですが、今痛みを抱えている人とかこれからダイエットしようと思う人とかに少しでも役に立てればいいなと思って、はい、分かりやすい、なるべく分かりやすいように、ね、こう説明していきたいと思います、はい、でまずはちょっとあの簡単に考えるためにトレーニングと食事をちょっと分けて、はい、考えていきます、はい、でまあ、今日のテーマとしては主にトレーニングのやり方とかについて語るんですけど、まあ、食事に関しては、基本は、やっぱ PFC バランスとカロリー計算という形で自分はやってます。はい、あとはあのその他のことについてはなるべくストレスのかからない生活習慣で食事をとっていくっていう、自分の場合だと5回も6回も7回も食事をとるっていうよりはまあ4回かで、ちょっと食べる日なんかは5回に分けるという感じで、なるべく無理のないようにやっていて、はい、であとはもう基本的に自分は炊飯器1個で1日の料理を作るっていうのでもうずっとやっております。はい、だから沼みたいな感じですね。はい、はい、でまあこれはですね、やっぱりあの自分のねエネルギーの収支を考えながら、なるべくこうなんだろうな、体が足りなさすぎないように、あとは逆に言うとこう食べすぎないようにっていうラインをなんとなく決めて、まあ、上下していくっていう基本的なやり方になります。はい、でもこれだけだとあの筋肉を残しながらダイエットできないんですよね。うん、はいはいはい、というのもやっぱりその筋肉の大きさとかっていうのはやっぱりそのストレスに応じて筋肉がどう反応するかによってくるんで、例えばですけどこの地球の重力が急に軽くなっちゃったってなったらやっぱり筋肉って落ちちゃうんですよね。必要がなくなっちゃうからみたいな。そうそうそう、うんうん、逆に言うと重力が上がったら全員ちょっと筋肉がつくわけです。はいはい、あの数ヶ月後には、うん、でそれはほら地球で起きえないんでやっぱジムに行って G をかけるっていうのがやっぱり筋肉をつけるっていうところになってきますね。うん、で、あとはですね、あの、筋肉、あとダイエットですね。ダイエットも結局たくさんのエネルギーを使わないとやっぱりダイエット進まなくなっていってしまうので、まあ、いくらねカロリー計算をして、収支をこうマイナスの方に持っていってもダイエットがうまく進まないっていうのはやっぱり、まあ、やっぱ運動していないからっていうことになります。はい、であとその運動にもやっぱり種類があって、そのまあ、筋力ですね、筋力を発揮する上でその動作に対して負荷をかける運動と、はい、あとは動作自体の運動っていうのが2つは大きく分けてあって、はい、動作に、まあ、重さっていう負荷がかからないと基本的には筋肉っていうのは発達しなくて、はい、まあ、例えばテニスとかでもテニスするだけでは筋肉がつかないと、はい、ラケットを3キロ重くしたらその分筋肉がつくとか、まあ、そういう考えですかね。はいはい、なのでそこら辺がねやっぱり疑似的に作るにはまあジムに行ったりするんですけど、もう一つ大事なのがその負荷を与え続けなきゃいけないっていうのがあります。はい、例えばさっきのテニスの話だとインパクトの瞬間だけ、例えばボールが、5キロのボールを打つインパクトの時で5キロがかかるじゃないですか。はいはい、それだとやっぱりいくらそれが10キロ20キロになってもあんまり筋肥大しない、あ、はい、拮抗し続けなきゃいけないっていう特性があって、はい、でそれは結構競技の特性を見ると分かりやすいんですけど、レスリングとかって押し合うじゃないですか。はいはい、それはまあ人と人との押し合いの中で、まあ、拮抗していると、うんうん、あとは分かりやすいので言うと機械体操ですね。機械体操自分やってたんですけど、まあ、重力と自分の体に、どこかの筋肉の筋力をこう拮抗させていってバランスを取るっていう、すり輪とかねずっと力入ってますもんね。そうそうそう、はい、そういうのって筋肥大しやすい競技なんですよ。はいはいはい、それは何でかっていうと瞬間的にというよりはそのまあ拮抗させ続ける特性があるっていうところで、うんうん、になります。はい、でそうすると体操選手の足とか細いじゃないですか。はい、足はねあんまり拮抗させる種目がないんですよね。そっかそっかそっか、はい、
で、まあ、レスリングなんつったらもうほぼ全部拮抗しますよね。そうですね、うん、ずっと中腰だし中腰だし引っ張り合うし、うん、押し合うしってことで、ね、はい、引く動きも押す動きも入ってくるっていう、はい、ところ。あとはあの特殊なもので言うとあの自転車競技ですね、うんうん、あれもずっとこう漕ぎ続けるっていう抵抗なんですよね、はいはい、だそういう抵抗し続けるような種目っていうのは特に筋肉を大きくしてくれて、うん、はい、っていうのと同時にたくさん熱を発するんですよね、はい、っていうのもなんかモーターとかと一緒だと思うんですけど、うんうん、多分ヒーターとかってその抵抗を利用して熱に変えてあったかくしてするんですけど、はいはい、あのミニ四駆とかモーター熱くなるじゃないですか、うん、あれも結局空回しでやってるとそんな熱くならないんですけど、はい、走らせると一気に熱くなるのはその抵抗、そう、地面とタイヤの抵抗でモーターが焼けるっていうことなんですよね、うんうん、で、はい、まあ、熱っていうのは人体も一緒で結局その筋肉の抵抗に対して熱を出すからまあ消費するっていう考えなんですよ、うんうん、だから結構そのスポーツ的なトレーニングの要素っていうのはあの消費カロリー低いんですよね、ウェイトトレーニングに関してはやっぱり瞬間的に、はいはい、あの負荷をかけるんですけど、はい、あの抜いていかなきゃいけない部分もあるんで、うんうん、例えばじゃあスポーツに使える筋トレって言ったら何って言われたらやっぱり、抜いて一瞬力を出してまた抜くっていう、うんうん、あのねボクサーの方も言ってましたけど、はい、要はこうなんていうんですか反発、うんうんうん、の理論なんで力入れ続けるとその対象に対して威力が伝わらないっていう、うん、逆にその筋肉をつける場合っていうのは対象に対して常にこう拮抗しなきゃいけないようなトレーニングになるので、うんうん、逆に言うとウエイトトレーニングボディメイクで使う場合っていうのはそういう状況を作らなきゃいけないと、はい、でそれがたくさんエネルギーを消費して痩せやすい状況でもありたくさん負荷を与えるんで筋肉が発達しやすい状態にあるっていう、うんうん、まあ、矛盾とされていることが、まあ、確かにそうですね、はい、うん、だからその矛盾としていることが矛盾じゃなくなったっていう、そうですね、考え方によってはっていうところで、はい、それをしていただきたいというところで今日はあのお話ししていきたいと思います、はいはい、これあ、ま、前置きですか、ね、そう、これだけじゃ終わんないの。あ、そっか。それはどういうことなんですかということになっちゃうから。確かに今のちょっと話を分かりやすくすると、うん、やっぱ僕は競技やってるんで、うん、まさにそういうトレーニングなんですよね。クリーン系とか、うん、あれって筋肉は関係ないですよ、基本的に。関係ないね。はい、うん、クリーンとか、あとベンチプレスも、まあ、重いのをちょっとハンドつけてバーンって、瞬発的な力とか、うんうんうん、それはやっぱり、あの、まあ、この前も話してた、うん、自分のエネルギーを物に与えるか、うんうん、それとも、重さを自分に与えるかっていうので競技的なものと、まあ、スポーツとあとまあボディービル、うん、ボディメイクっていうのが変わってくるからそこをちょっとあの一旦あ自分はどっちなんだろうって考えたらいいかもしれないですよね。そうですね、うん、それによって動作が一緒でもやり方が変わってくるっていう感じなんですよ、はいはいはい、同じラットプルでも同じベンチでも変わってくる全然違うと、うん、はい、でさらに言うなら競技的なトレーニングっていうのはあの怪我しやすいんですよね。そうですね、はい、というのもなぜかというと、まあ、じゃあこれ食事に例えたら食べ過ぎたものっていうのは消化しきれないじゃないですか、はい、消化しきれない分っていうのはどこに行きますか、はい、お腹脂肪ですよねそれを負荷に考えると、はい、例えばじゃあそのお腹に行きたくないから分割して食事を分けるじゃないですか、はいはい、例えばお腹いっぱいになっちゃうと脂肪ついちゃうから、うんうん、腹8分目を4食にすると内臓にも負担が来ないし、はいはいはい、あの吸収できる筋肉が、うんうん、でそれを負荷で考えると負荷が重すぎた分っていうのは全部関節に行くんですよ。はい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 、筋肉に受け止められない分っていうのは、うんうんうん、そうすると怪我するじゃん、はいはい、だから受け止められなくなった分は次のセットに持ち込みましょうっていうのがあの4食3食6食みたいな感じの考え方でいいと思うんですよ、はいはいはい、だから大きな負荷を乗せたい人は1回で食うんじゃなくて5、6回に分けて食えばいいですっていう話なんですよ、はい、でさらに言うなら美味しいとこだけ食べませんかっていうのが今から話すのです、うんうんうん、要はその弁当の中身でも美味しいとこだけ食べたいじゃないですか、はい、弁当の中にバナナの皮だけ入ってたらすげえ500キロカロリーぐらいやっても食いたくないっすよねっていう話なんですよ。でそのトレーニングでいう美味しい部分っていうのは何かっていうと、はい、これがスティッキングポイントって言われるところなんですよ。スティッキングポイント、はい、これを説明するのは少し難しいので一番簡単なアームカールだけでこう説明すると、はい、まあ、重りがあります、動かす関節がありますね、はい、ここの距離が上から見た時に一番遠くなるところなんですよ、はいはいはい、これこうすると近くなるじゃないですか、うんうん、まあ、関節肘に線引いたとして近くなっていって、うん、これ重なるともゼロなんですよね。二頭筋に対してはゼロですね。ゼロです。もうこれだと本当肩とかになってきますよね。そう。それこそ。うん、で、あ、そうそう。だから結局あのどこの筋肉を鍛えたいかっていうのをまず決めなきゃいけないんですけど。あ、まあ、二頭筋に対して。アームカールイコール上腕二頭筋ですからね。そうそうそう。はい、これもゼロですよね。それもゼロです。でちょっとずつ重くなっていってここマックス重い。で、重いの通り越してあ、だんだん楽になってきたってここまで行っちゃうともうゼロみたいな。ゼロになっちゃう。はいはい、で、まあこれってまあ俺ちょっとフェードインするけど、これって上から見ると超わかりやすくて。はいはいはい。これ
こうするとね、俺上からスマイルのこと見てると、これ肩と肘が、はい、あ、ごめんなさい、肘と腕が一直線上なんですよ、うんうん、はいはいはい、でこれがだんだん開いてくるわけですね、こうやって、はいはい、今一番広いじゃん、はい、これがスティッキングポイントって言われてる部分なんですよ、はい、でここを、大事にするのがボディビルなんですよ、はい、でここを早く通過させるのが競技なんですよ、はい、そうですね、はい、もうだって自分だったらやっぱここまで持ってきてですもん、そう、一気に、でもそれを体の力を使って連動を使って持っていくって、うん、要は到達点まで早くたどり着けば競技としては OK なんで、はい、うんうん、ここを味わっちゃうとより遅くなりより体力を使っちゃうわけなんですよ、はいはい、で逆にボディービルはここを味わうことによってよりエネルギーを使ってより負荷を味わうんですね、うん、だからそれだけの違いなんですよ実は、はい、でこのスティッキングポイントっていうのは全ての種目にあるんですよね、はい、フリーウェイトだろうがマシンだろうが、うん、結構マシンだとずっと同じ負荷がかかってるって思われがちなんですけど、確かにそうなんですよ、マシン自体は、はい、だけどそれが人が運転した場合は変わってくるんです結局、うんうん、レッグエクステンションにしてもこれにしてもこれにしても人が動かした使用筋はスティッキングポイントはあるんですよ、うん、でもそのマシン自体は確かにないですよ、はい、マシンになんか重り計測するやつを置いたらどこに重り計測しても同じ重さになるけど、はい、人がそれを運転した場合っていうのはやっぱスティッキングポイント発生しちゃうんです、うん、どうしても、はい、でそうした時に、そこを味わわなきゃいけない、はい、ってなってくるとスティッキングポイントで扱える最大限の重さを見つけなきゃいけないんです。でこの前セミナーで女性の方にね20キロ無茶してここで持たせたんですけど全然持てないんですよ、はい、でもそれで筋肥大するかって言ったらしないわけじゃないですか、はいはい、要はここで20キロ持たないと意味がないっていうことなんですよね、はい、だから結構あの地味なボディービルダーの人たちもスティッキングポイントからまあスティッキングポイントがまっすぐだとしたらそこから90度ぐらいの角度しか動かしてないんですよね、はい、要はもう美味しいとこしか食ってないんですよ、うんうん、だバナナでいうとしっかり皮捨ててるし、はい、あのアボカドでいったら種取ってる状態、はい、でも競技あのそれができてない人っていうのはまずいとこも一緒に食べて、うんうん、でそのさっき言ったように吸収できない分っては全部関節に来ちゃうわけです、はいはい、だから怪我してでエネルギーも使ってないからあのダイエットも進まないと、はい、ただ疲れちゃって終わっちゃうみたいなのがあると思うんですね、はい、で自分はそこを全部改善してこの体になったっていうのはあります。ちなみになんですけど、はい、スティッキングポイントあこれ絶対無理な話ですけど 100% のトレーニングはどうなんですか、うん、はい、全部スティッキングポイントにするにはですね、はい、そしたらもうね体を動かすしかないの。こうやってウィーンウィーンウィーンって軸を変えるってことですね。そうじゃなくてアームカールでよしでこれで1分間飲めるんです。あ、それもありなんですよ、はい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 、実は、はい、エネルギーの消費だけで言ったら、はい、うん、だけどやっぱりちょっと稼働させないといけないんで収縮をさせるっていうのがやっぱ大切です。そう、それは化学的反応を起こすためなんですよ、はいはい、要はあのパンプアップする血流用とかなんちゃらとかね。だただ体操選手っていうのは常に拮抗させるじゃないですか、はい、そうすると密度的な筋肉がつくんですよ。あ、大きくはなんないけど密度がつくっていう。じゃあ間違いではないし、うん、それ一つの体の特徴に出てくる、うん、はい、だからサマースタイルアワードとか目指してる人はそういう、はい、それで作れちゃうんです。ああ、そうですか。いわば、はい、だけど競輪選手みたいにそれで拮抗させながらさらに動かしまくってるじゃん、はい、肥大してますよね足、うんうん、そういうのはボディビルに必要なんですよ。うん、だから結局そのスティッキングポイントであのチャリンコこいてるような刺激を加えつつ、はい、こうキープするようなね、はい、ものを入れると密度があってでかい筋肉が作れる。しかも怪我しないですよね、はい、スティッキングポイントなんで、はい、っていうすげえ矛盾が解決されるトレーニングになるっていうところで、はいはいはい、まあ自分はそれを信じてやっていたっていうのもあるし、痛すぎて怪我が、それを選択せざるを得なかったっていうところもあったんです。もともとはやむを得ず始めたけど、それが良かったけど、はい、あの良かったっていう。特に背中とかって今回すげえ褒めてもらったんですけど、はい、背中は俺今回納得いってないですよ、トレーニングは、うんうん、やっぱりラットプレーでめちゃめちゃ重いのやってたし、あのね DY ローとかもプレート4枚とかつけてやってたけど、はい、できないんで今、うん、だけど結果どうなったかって良くなったわけですよね、うんうん、それはもうスティッキングポイントだけで当てたんですよね結局、うん、よく下肺の3の部分なんてそこにぶち当たる種目だけしかやらないようにしたんですよ、はい、したらやっぱよっぽどラットプレーで重いの直線で引くよりもこうやってぶち当てた方がそこの筋肉がすげえ熱を発してるわけ で、うんうん、で化学反応が起きてるからすぐ形は出てくるっていう。でもともと高重量使ってたら厚みはあったんで、はい、あとはそこにそういうものを加えただけでこう結構発達しってか発達したというか、まあ、見えてくるんですよ筋肉が、はい、それはねまあ、それなんで体作れちゃったら楽じゃんって言われちゃったらそうかもしれないですけど、工夫はやっぱいるんですけど、はいはい、あと基礎的な筋力もいるけど、はい、意外とそれでもできちゃうんですよね、はい、まあ、例えばスマイルが180何センチだっけ、身長179とか80ぐらいですね、うん、じゃあ180だとして、はい、今体重が76とかでしょ、はい、同じ体でもボコボコすることができるわけ、そういったトレーニングすると、はいはいはい、うん、でそれがやっぱりボディービルなんでね、うん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 、そうですね。それはどういう内容かって言ったらさっきも言ったように
重さが拮抗してる時間が長いからまず熱がすごい発生してるじゃん、はい、だからすごい消費してるじゃん、はい、消費エネルギーが高くてさらに負荷はステーキングポイントに常に乗ってるんで高いっていうことなんですよ、はい、だからダイエットしながら筋トレっていうのは、まあ、ダイエットって食事のことなんですけど、はい、まあ、シェイプしながら筋肥大できる唯一のやり方なんですよ、はいはい、でなってきた時に重いのを持つって、重いの持つことじゃなくて重いのを味わうというか重いのを当てるって意味で言うとちょっと重すぎるのは逆に筋肥大できない、うん、そして消費エネルギーも低くなってしまうということなのかなって、うんうん、確かにボディメイク、まあ、ボディビル的な考えで言うとマイナスばかりかもしれないですね、もしかしたらね、うん、だから結構ふがふがやってる人に限って結構細いんですよね、うん、関節が、はい、関節っていうか、まあ、丸々としてる人っていうのはそこはすごいしっかり味わって上で黙ってやってるっていう、はいはいはい、黙っちゃうんだよね、やっぱって聞かせなきゃいけな い,、はいはい、いけないし、集中力も頭も使うしっていうんで、はい、ただそこに俺は趣味としてやっぱダイナミックの種目も入れてるけど、うん、でもやっぱりしっかりスティッキングポイントは逃さずにやると。スティッキングポイント例えばプレスだったらショルダープレスだったら、はい、ここでグッグーですよね、はいはい、でここでグッグッっていう、うん、ここはもう逃さないように一応やってるっていう感じ、はいはい、でそこを逃すっていうことはやっぱ全部腱に入っちゃうんですよ、はいはいはい、で怪我しちゃうっていう、うん、まあ、悪循環になってしまうっていうところなんですよ。一つでも高重量をやるメリットかなと思ったんですけど、うん、あのスティッキングポイントが、うん、例えば今50キロの人だったら、うん、高重量を強くすればそれが60キロに変えることはできるのかなと思ったんですよ。できますね、はいはい、ただそういう意味である程度高重量にもチャレンジしていくっていうのはもちろんです、はい、うん、あとはねこれってもうあの解明されてないかもしれないけど俺の感覚ですよ、はい、あの高重量を先に扱うことによってその後のアドレナリンとか感情の話なんですけど、うん、めちゃくちゃ集中できるんですよ。あ、はい、要は一気に熱い風呂にドバーンって入った後あのぬるま湯に入ってあの落ち着いてしっかり効かせられるようになるみたいな状態なんですよね、はいはい、うん、そういう意味でももちろん俺はあのすげえ軽い重量からアップするようになったんですけど、はい、メインセットは本当1セットしかやらないです今。重いのね、うん、はい、まあ、スクワットとかデッドはねもうちょっとやるんですけど、はい、その結構もう自分の中で満足がいくぐらい伸びてる、自分の体格にしては十分扱ってるでしょって種目に関しては別にもうそこから乗せるとか考えてない、いかにそれでスティッキングポイントもっと味わうかみたいな感じの考え方になってます、うんうん、だ最近で言うとアップライトローとかも前はね70振り回してたんですけどもう70で今ネガティブこうやってかけられるようになってるんで、うんうん、そういうところで工夫していくと、はい、そうするとあんまり関節に逃げないんで筋肉の熱がもっと出ると、はい、重くてスティッキングポイントとも味わえるってなるとやっぱり一番いい状態なんですよ、うん、そういうトレーニングをすると割とステージ映えする体作れちゃうっていうところなんですよね、はい、だそれが各種目にスティッキングポイントがあるっていうことは今皆さんに伝えることができたんですけど、それを探すことっていうのが結構難しいんですよ、はいはいはい、じゃあマシンって重力と違うじゃないですか、うん、こういうベクトルだったりこういうベクトルだったりするじゃないですか、はい、そういった時にじゃあどこ主要筋のどこに動作した時に重さと一番ぶち当たるのかっていうのはあの、まあ、マッスルグリルファミリーに共有していこうかなと思うんですけどあの言葉じゃ伝えられないの、はい、図引いて説明しないと分かんないから、うん、だけど基本的にフリーウェイトであれば自分が動作している姿を上から見るイメージで見れば分かりやすいと思います。スクワットとかも例えば大腿骨とこのなんだ股関節からこの膝関節にかけてを上から見れば距離って変わるじゃないですか、はいはいはい、だから一番ここ広くなった時に足頭筋とケツにかかってるんだっていう、うん、そういう考えなんでフリーウェイトはめっちゃ分かりやすい。例えばサイドレーズ上から見たら肩関節とダンベルで一番開くところでここじゃないですか、ここが抜けてくるわけですよね。だからすげえ分かりやすいんですけど、それ上から見るってことがどうしてもイメージできないと思うんですよ。でも結構学校とか、うん、あのなんだろう、ホワイトボードとか使ってやる人って、うん、上からの図書きますよね。あ、そうなんだ。はい、あのだってなんか確かにゴールドもそうかもしれない。そうですよね、うん、はい、あのこうやって丸があってその頭で鼻が上についてるみたいな。あ、確かに確かに、はい、うん、あと横からの図と、うん、はい、横から見てもね、まあ、結構あ、まあ、そう、横から見た場合はね、はい、線引かなきゃいけないの。そっか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 。だけど上から見れば点だけでいいから、はい、分かりやすいんだよね、うんうん、はい、だからゴールドジムの南砂だけどっか、 なんか中2階みたいなのがあるんだよ、なんか体育館みたいな。へー、そこからなんかマッチョなやつの上から見てるらすげえ分かりやすい、はい、やってるところ上から見れば。そうかそうか、うん、はい、田代さんちょっと眩しくて見えないかもしれないけどその人だったら大概見れる、ね、あっ、あ、眩しい、見えないです
でもね、そういうことなんですよ。簡単だったっていうね、はい、あの筋肉を残しながらダイエットするっていうのはジムでできるよってことなんですよ、うんうん、ただ自宅じゃできないよっていう話なんですよね、うんうん、まあジムっていうか、まあ宅トレでもできるし、はい、器具があればね。そう、はい、だからそれが分かっただけでこれだけ体変えられるんだっていうのが自分の中でありましたね、結構、うん、確かにね、サイドレーズもね、やっぱ一番遠くを通すイメージとか言いますもんね、まあ、近くになるとどうしてもやっぱ肩上がっちゃったりとか、そうそうそう、まあ、どうしても僧帽入っちゃうと思うけど、やっぱこの動きになるともう主楽になるし、うん、まあ、なるべく遠いところを通すともう完全にやっぱ肩だけ効く。そうで、ここで一番スティッキングポイントだから、はいはい、だからここでキープできない重さっていうのはもう関節に入っちゃってるってことになっちゃう。でも振ってこういう感じになっちゃうと、それも大事なんですけど、はい、そういうセットだけだ、それやるならアップライトロでいいんじゃないのとか、はいはいはい、それならショルダープレスでいいんじゃないのっていう、うんうん、あの効率的にね、はい、うん、思うんですよね。だからまああの何だろうな、それが楽しいかどうかって言われたらそれは個人差あるかもしれないけど、はい、体が変わってきたらさすがに楽しくなってくるわけよ、うん、パンプするとか体が変わってくるとかいうレベルまでいけたら結構いい波に乗れるのかなっていうところなんですよ。で結構高重量使ってる人もやっぱスティッキングポイント抜けてないか確認してもらいたいんですよ、うん、結構若い人でベンチやるんですけど、はい、もうスティッキングポイントがバウンディングになっちゃってるんですよ、ね、はいはい、そこを抜いてるってことはその100キロどこにかかってるかっつったらここの骨にビニョンってかかってるだけなんで、うん、筋力じゃないんですよね、はい、でそれはまあじゃあ例えば競技的に見たらいいのかもしれないけど、筋肉にいかにこう負荷を吸収させなきゃいけないかっていう競技においてはボディビルだけなんですけど、それはまあちょっともったいないかなっていうところなんですよね、はい、美味しいとこ捨てて皮だけ食ってるようにしか見えないっていうところなんで、まあ、そういう選手は結構ソフトな仕上がりになっちゃうんですね、やっぱり。うん、なんかハードにバキバキに仕上げるためにはやっぱりそのレスリングとか体操みたいな競技の特性を生かしたトレーニングを入れていかなきゃいけないし、はい、俺も体操競技やってた時ってここがイメージとしては真っ白になるぐらい逆立ちやらされたりとか、真っ白になるぐらい補強させられたりするんだけど、はい、そういう刺激がね必要なんだよね、どうしても。レスリングやってたらこの辺やばかったでしょ。そうですね、うん、1年間補強っていうのを毎日やらされて、うん、あのこうやってスパーリングとかガチガチに組み合った後にやっぱ腕立てとか、うん、そういうのめっちゃやらされるんですよ。そこで肉体が変わりますね。そうでしょ、みんな、はい、うん、なんか科学的な刺激なんだよ、それは。くしくも、はいはい、うん、ただそのテニスとかバドミントンじゃそうなんないよっていうことなんで、うんうん、そうですね、スピードだけではダメで、そこのスピードの中にいかに抵抗があるかっていうのが大事なんで、うんうん、だから体操選手がこれ釣りはやってんじゃん、はい、あれ負荷全部外しちゃビヨンって飛ぶぜ多分本当ですか、そんなんですかそんぐらい力使えるよね。しかも体操競技って基本心腕心身なのよ、はい、だからスティッキングポイントだらけなの、全ての体において、はい、うん、だからめちゃめちゃ体締めるじゃん、はい、だからああいう体になるんだよ。あ、確かにみんなマッチョっすもんね、うん、だ大きく見せなきゃいけないっていう特性も入ってるんだ、体操競技は。あー、そうかそうか、その体つきによって採点がちょっと変わったりする可能性もあるってことで、そうで、肘曲げたり膝曲げたりしたら減点じゃん、はい、伸ばさなきゃいけないじゃん、はい、そうすると遠くなるじゃん、はい、あの分かる、はいはいはい、視点力点左右点で、うんうん、はい、だからすげえ発達するんだよ。うん、はいはいはい、だから肘曲げてやったり伸ばしたりやったりっていうルールがなければ綺麗に見えないっていう、うん、だから体操はくしくも一番マッチョになる競技なんでね、はい、そういう意味で言うと、そう、確かに一番マッチョになる競技体操かもしれないですね。そういう意味で言うと、じゃあボディービルってじゃあどう考えたらいいのっていうことになってくると、やっぱり動きに注目せざるを得なくなっちゃうっていう、はい、うん、そうですね、ところになってくるんだよね、はい、でそれは結構図とか引くと分かるんだけど、それ俺ジムに行ってやっても実際分からなくなっちゃうんだやっぱり、はいはいはい、分かる、分かります、理解してるけど、はいはいはい、理解できてないっていうか、はい、ね、うん、体やっぱ違いますね、頭で考えるの。そうそうそう、うん、だそこを落とし込めるようになってくると、はい、めっちゃ体変わる、うん、それ理解しただけじゃ変わんないじゃん、もちろん、はい、それをジムに行って実践できるかどうかだから、何回もジムに行って何回もゆっくり確認して、うんうん、あ、じゃあこのマシンはここにスティッキングポイントがありそうだなってなったら、はい、俺だったら昔だったらよ、はい、もう膝が伸ばしきらなくなればレッケク選手やってたんだけど、はい、美味しいとこだけいただいて、例えば伸ばしきれなくなるじゃん、はい、そしたらもうスティッキングポイント行ってないから、もう1回休んで、うんうん、また次のあの2食目に持ち越すじゃないけど、そのためのインターバルであったりセットする、そういう、はいはいはい、そこに気づいたんだよ俺は、うんうん、そしたらなんてスマートなトレーニングになったことでしょうなんだよ、はいはい、で全ての種目でそういう風にしてる、うん、今は、うん、だ質のいいトレーニングっていう、あの目的によって質のいいトレーニングって変わってくるんだけど、うん、ボディメイクっていう一つに絞った時にはそれでも俺はいける気がする、はい、それは妥協してくださいじゃないんだよ、うん、そうですね、だから、うん、はい、そこに全力なわけですからね、そこに全力だし、うん、俺そこに対して今めちゃめちゃプレッシャーかかってるからいつも、はい、もちろん高重量も使うんだけど、体の負荷もね、やっぱそれは来るわけですから、いやもうね、これびっくりするよ、レッグエクステンションで歩けなくなったの久々だもん最近。あ、すごいな、それは重量落としてたよ、めちゃくちゃ効かせられてるってことですもんね、まあ、そうだね、スティッキングポイント味わってるからね、はいはい、だからそれはね本当に大きなことだったと思う、うんうん、
で、それができないんだよ、ハムとかだとまだ、はい、理解してないから自分の動きを、はい、でスクワットとかだとも理解してるから、しっかりケツとかも切れるようになったし、カットが出るようになったし、うん、であとは下肺だよね、大きく言ったら、はい、下肺なんて割れたことはあんまないけど、今バチバチに割れるのはもうそこの工夫だけでいったと思うんですよね、うん、これはね結構あの皆さんに希望になる経験だったんじゃないかなと俺は思うんだよね、うん、どうしても重いのは筋肥大できないみたいなね、従来の考え方だったら無理な人は無理じゃん、でそこに順応できた人間だけがトップにいるんだけど、違う理論で立てれば別にそこに行ける人はまた増えるわけですよ、はい、だからそういう意味で言うと、なんか俺のこの理論で少しでもね多くの人が目標の体に近づけたらいいなと思う、うん、でそれやってくれる人がいないから今までは、はい、うん、でも今回なんかたまたま優勝したからちょっと信じてくれんじゃないですか人ってそういうもんじゃん、ずっとこういうの考え続けてやってきたけど本当セレクション金賞取ったみたいなこと、そうそうそう変態じゃん、ただのこんなに言ってたらそんなことはないけど、まあ、あのいやもともとそれは皆さんね信じてくれるけど、まあ、説得力はね確かに、そうそうそう、はい、出てくるかもしれないですね、だ俺の中で優勝したっていうのは、はい、それが良かったかもしれない一つみんな、まあ、確かにあの何を言うかじゃなくて誰が言うかみたいなところありますからね、そうじゃないと思うんだよ俺は、いや全然自分そうじゃないと思います、いやぶっちゃけ俺言わせてもらうけど、はい、YouTube やってるすごい人たちいるよ、なんか俺がレジェンドだと思ってる人たち、はい、言ってること薄いもんはっきり言って、うんうん、聞こえがいいとかね、あのなんつうのなんか追い込めって言うけど、何追い込めってっていう話じゃない、うん、みんなにとって追い込むってどういうことなんですか、うん、っつった時にそうやって順序を追って説明できる人がいないのよ、もう、はいはい、適当すぎて、はい、だそれはでも その人の言うことを信じちゃうわけ、その体を見ただけで、はい、でも俺はなんか違くて、それはなんでこうなるんですかっていうところで常に考えながらトレーニングしないと気が済まないタイプだから、はい、それはちゃんとみんなに伝えたかったんだけど、うん、お前全然勝負しなんてなったら誰も信じてくれないでもそんなふうには思わないけどだからそれは悔しかった、はい、ずっと、うん、自分としてはそれ、あざみさんがそういうふうに前向きに思えるっていうのはいいことだなと思いますけど、うんうん、まあ、だからってじゃあ明日から皆さんにどういうトレーニングしろっていうのはね難しいですよ、それは人によってね、うん、あの違いますし、みんなが俺と同じ種目やってるわけじゃないから、うん、あとは横になるのと縦になるのでステッキングポイントの考え方が全然違ってきたりするんで、ね、はいはい、だから結構もうあれなんでぐるんぐるん体をぐるぐる回しながら考えないと難しかったりするからね、あとケーブル引っ張るにしてもさ全然考え方変わってきちゃったりするから、それぞれ間違いますもんね、全員が全員この種目をこの形でやるってわけでもないですよね、いやっていうよりもね、あの、まあ、そうだよ、うんうん、そういうこと、うん、ということで、でこれで今まとめると、はい、要はスティーキングポイントっていうものが分かるだけで、はい、あの要するに消費カロリーの高くて負荷も高いトレーニングができるっていうことなんですよ、はい、でそれは怪我がしないイコール怪我をしないトレーニングになります、うん、それはなんでかっていうと余らないから負荷が、負荷が余っちゃわないからっていうことなんですよね、これってどうでしょういや、いいと思いますよ、うん、器を広くしてね、全て受け止めると、そう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 、溢れちゃうとね、溢れちゃうと関節いっちゃうんで、はい、でステーキングポイントで受けられるってことは絶対関節にいかない負荷なんで、うんうん、あのじゃあそこで味わえなくなったら2セット目に持ち越しましょうっていうこと、はい、うん、だからバウンディングとかもしてほしくないっていうことですね、うん、まあ、チーニングはいいとしてもね、バウンディングはね、あのただのバウンドなんで、それはもう物理の話になってきますからね、うん、はい、っていうとこっすかね、はい、気が済みましたよこれもう、なんか永久保存版だ俺の中で、これは。あ、本当ですか。俺が道外れた時にこの動画見るもん自分で、でもある意味そうですよね、自分でこれは自分でロゴショップと、そう、アウトプットしてるだけなんで、究極のね、あのメモ帳でやるね、これは。そう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 、うん、っていうとこっすかね、はい、で食事に関してはやっぱりあの言ってしまえばみんなそれぞれ違うね、はい、遺伝子を持ってるわけじゃん、はい、B が合う人もいれば A が合う人もいるっていう、だそういう意味で言うと、そこにじゃあ自分は鶏だったり MCT オイルだったり白米だったりするけど、ね、じゃがいもだったり豚肉だったりっていうのはね、もう自分で見つけるのが一番早いと、それかある意味停滞したらそこを変えるっていうのは一つあるんですね、そう、あの、まあ、パン、炭水化物だったら、まあ、パンってなるとねちょっといろんなものが入ってきちゃうから、まあ、そうね、純粋な炭水化物に近いものに変える、うん、うどんとかね、うどんにするとか、そば、まあ、うどんももしかしたらねちょっと粉の張り合いとかもしかしたらあるかもしれないけれども、うん、あとそうですね、まあ押し麦、玄米、白米、オートミール、じゃがいも、うん、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、はい、パスタ、はい、そういったところかなっていう、ね、はい、一般的に手に入るものでいったら、うんうん、っていうところですかね、あとまあタンパク質だったら、鶏むねを豚ヒレに変えるとか、うんうん、そうですね、これはね、あの時間かかると思うね
はい、だけどこれっていうものが見つかったら俺は変える必要がないと思ってて、うん、今俺変えてないから全く、はい、なんか変えるとやっぱ停滞しちゃうんだよね、はいはい、だからこれっていうのは見つかると思います、うんうん、だからそれこれっていうのを見つけるのにじゃあどれだけ時間割かなきゃいけないかっていう話になってきちゃう、はいはい、それはそこも重要な多分ところなんだろうけど、それよりも自分はやっぱりトレーニングの方にね、うん、やっぱりあの情熱を持っていただきたいと思ってるから、はい、あの誇りを持ってアームカールをやってほしいというかね、うん、そのなんでこんなことやってんだろうとかじゃなくて、ここでこう乗せるから俺はこれをやってるんだっていう意識でやるだけで全然違うから筋肉の反応が、うん、だからそういう意味で言うと、だからやり方にもっとこだわってもらいたいなっていうのはある、はい、うん、誰が言ったからっていうよりはこういう理由だからこういうふうにやりますっていうのがやっぱあったらいいのかなっていういつも自分も思ってるんですけどっていうとこですかね、うん、だから今回だから体作れたけど、まあ、この前トークで話したけど逆に辛くなかったんで自分の場合、はい、辛いと思ってたことが全部関節で無駄だったんだっていう、はい、あと辛いがやっぱりその筋肉の熱じゃなくて心肺の方がただ辛かったっていうだけなんで、はい、そこが改善されたことはね良かったなと思います、ね、はい、うん、これを聞いて実践していただけたら本当に嬉しいですね、うん、まあ、結果がどうあれ試していただきたいなと思いますね、やでみー大丈夫ですか、はい、ありがとうございました。